皆さんおはようございます。おはようございます。天童まっしぐらでございます。じゃあまっしぐらでした。まっしぐら。皆さんおはようございます。おはようございます。剣道まっしぐらでございます。はい、というわけでですね、リーダーが到着いたしました。はい、朝6時の新幹線でやっております。早い。非常に眠い状態です。まだギリ目開いてないですもんね。本当ですか。1年ぶりですからね。1年ぶりになるんだ。はい、そうなの。バロー1年ぶりでございますよ。綺麗だね。綺麗。前回はこんなに紅葉じゃなかったよね。そうなんですよ。そうですね。前回は10月だったんですよね。今年11月なんで1ヶ月遅れてるから。ね、綺麗ですね。はい、素晴らしいところ。変わります。はい。遠くの山には雪もかぶってて。そうなんですよ。もうなんか雪降ってるって言ってて。本当に、まあ、適当に言ったんだけど。適当に言ってるよね。どう考えたってだって雪ないもん。違う違う、それわかんないんだけど。わかんねえのかよ。相変わらず適当に喋っておりますよ。雪降ってるんだって言ってたんですよ。岐阜寒いよって。我々はあの昨日前乗りしておりました。おー、はい、はいはい。もう練習も結構前練習やらさせていただきました、うん。その後はたっぷり美味しいものをいただきました。何を食べたの？すき焼き。焼肉。毛ガニ。ありがとうございます。そういう番組じゃないか。食レポとかそういうことじゃないから。割とね、僕らのマジックを求められてるから。そうですね。非常に今回のバローはなんか求められてるんじゃない。いや、食わせるから何かやってってことですよね。食わした分、食わした分何かしろよっていうことで。君らカニ食ったろうですよね。そう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 。その分働きなさいよってことですよね。今回はだから八甲に増えて、ね、そうですね、はい、やるそうなんで、はい、ね、あの激しい戦いが見れると思います。今日は試合を楽しみに見てください。ゲストの方に来てもらいました。ちょっとご紹介したいと思います。まずは愛知県警の愛知県警小川桃子さん、はい、よろしくお願いします。岐阜県警の富山直さん、はい、よろしくお願いします。東洋水産時田理子さん、よろしくお願いします。まんざらでもね、まあ、我々の YouTube やってるんですけども、そちらの方がまんざらでもねの鈴木亮平、よろしくお願いします。最後に、こちらのバローホールディングスの剣道部の大将でございます、宮田和恵さん、よろしくお願いします。以上のメンバーで、そして準優勝3位になったチームの皆さんと、戦ってもらうという仕事でございますので、いろんな経験を積んでほしいと思います。今日はよろしくお願いいたします。こんにちは、剣道まっしぐらでございます。知ってますか、まっしぐら。あ、知ってます。まっしぐらです。はい、本物です。で、この大会は初。自分は初めてで、この2人
去年、はい、じゃ知ってる、ね、久しぶり元気にしてた最後の試合なんで頑張って勝ちたいです。すいません、マシグラでございます。よろしくお願いいたします。はい、今回このバローは初めて来ました。初めてで、去年いましたね、はい、ネタやりましたね。よろしくお願いいたします。どうですか、この初めての皆さん、この景色。旅館みたいですよね。そうなんですよ、このね、この なんかわかんないですけど、このね、このベランダみたいなね。先方、はい、はい、意気込みを。絶対勝つぞ。あ、いいですね。地方、地元のいいところ。あの、新日鉄。新日鉄がいいところ、はい、お母さんに一言。大好き。じゃあ YouTube に一言。チャンネル登録お願いします。ありがとうございます。バローの感想を。めちゃめちゃ綺麗でいいと思います。ありがとうございます。大将、はい、一言意気込み思いっきりお願いします。頑張ります。じゃあマシグラでした。ありがとうございます。はい、現場からです。
ヒーローインタビューヒーローインタビューです。さあというわけでですね、今日の優勝者の皆様にちょっとインタビューをしていきたいと思います。いやおめでとうございます。おめでとうございます。はい、キャプテン、はい、ちょっと今のお気持ちをビシッとお願いいたします。チームで一つになってつないで勝った取った優勝だと思うので、これからにつなげていきたいと思います。おめでとうございます。はい、キャプテンが感動的なインタビューをするときにめちゃめちゃ咳込んでましたけど気になっちゃいましたね。優勝したということで一言いただいてもよろしいでしょうか。はい、本当にあのチームワークがいい、チームですので、これからにまたつなげていただけると思います。ありがとうございます。おめでとうございます。ではお昼ご飯行ってきてください。ありがとうございます。おめでとうございます。皆さん、ここで途中でございますが、コメントの方を読みたいと思います。今回はちょっと褒め言葉が多いですね。絶対剣道士なりわいが好き。その器用さがない。むしろないです。りわいさん、居残り稽古プロ野球選手みたいですね。上段の酒井さんに一本勝負2回とも答えが決まりさすがです。りわいさん強いですね。時田さんに見事面が決まりました。スタミナも確信していました。今後もりわいさん目が離せないですね。ありがとうございます。もう本当に目を離さないでください。まだまだやりたいなと思ったので、やれてよかったです。お兄ちゃん推し的にニタニタしてしまう稽古風景でした。ありがとうございます。休憩とても楽しそうですね。引き逆度は早速明日の稽古でやってみます。お兄ちゃん推し、ありがとうございます。お兄ちゃん推しにはね、僕すっごい優しくするんで、どんどん言ってってください。下川さんとの一本勝負、男なら面で勝負しないと。その面で勝負って、なんだろうな。なんかそう、こうやって野球でいうストレートで勝負みたいな感じ持ってないわ、そんな感覚。ということで、続きは、どうぞ。優勝はどんなの？はい、どんな感じ？僕はですね、もう相手のペース飲まれないようにしようあと、つばぜり合いを勝たなきゃいけないとか、そういう感じはあるの？応援されないように、食らいつくのもですね女子って心臓なんてほとんどないじゃないですか。そうなんだね。見てた？見ましたよ。すごかったじゃないですか、引き技が。これがすごい。でも女子でも、まあ、そういうので負けそうな。いや、フィジカルがお前の方が強いんだよ。ただ負けないと思うんですよ。ただフィジカルで戦っちゃダメな気がしません。そこだけ。ああ、やっぱりね、はい、失礼だ。失礼というか、どうした？剣道で戦う。剣道で。そういいね。Yeah!
構速いスピードをアップで見れたんで。あ、目が慣れた。うん。一つ分かったことは、コテ打ってから近づくまでの距離、あのスピード速い。ああ。コテちょっと、おっ。ああ、くれた。あ、めっちゃ気につけました。ありがとうございます。いかがです。え？いかがです。いかがです。我々先輩なんで、ね、思い切っていってチームで作りましょう。はい、はい、まあ本当に皆さん背中を預けて背中を預けるんじゃないはい、思い切っていきますので、はい、お願いします、はい、ザッ！よし！男子と女子がいるんじゃないですか。 Tさんの方、はい、はい。